はい、皆さんどうもおはようございます。頑張るまです。はい、今日の動画なんですけどね、はい、今日ね何話そうかなと思ってたんですけども、一応ですね、今日は閑散期についてね、ちょっと今日はお話したいなと思います。で、僕の中で閑散期っていうのは一応ね2月3月4月なんじゃないかなって、思ってるんですよ。はい、で今日はね今度ね初めて閑散期っていうのをですね、経験される方ですね、まだ開業してまだそこまで経ってないよとか、まあ、そういう方ですね、こういう方に向けて閑散期っていうのはまあどんなもんなのかということで、まあ、話には聞いてるけどということでね、思われている方もいると思うんですけども、まあ、そういう方に向けて今日はですね、お話できたらなと思うんですけども、一応僕もですね、開業して、まあ、やっとね1年と、まあ、3ヶ月は経っております。今4ヶ月目に入ったのかな、で4ヶ月入って、一応ね去年閑散期っていうのはね、経験しましたので、まあその時のね、まあどんな感じだったかっていう、去年ですね、令和3年ですね、はどんな感じだったのかっていうのを、話していきます。はい、でね、今回は令和4年の2月3月4月ということで、まあどういう風になるのかとかね、まあ気になっている方もねおられると思うので、まあそれをね話せたらいいなと思います。はい、というわけでですね、去年の、2月3月4月ですね、まあこの辺のお話をしようかなと思うんですけど、ですね、まず、まあ、皆さんもご存知のように、まあ、12月、1月っていうのは、まあ、繁忙期でですね、昨年も、まあ、それなりにね、割増オファーが出たり、ギグワークとかですね、出たりして、まあ、結構ね、稼げたんじゃないかなと思います。あと、まあ、ピック号さんなんかもね、割増でね、出ておりました。はい。出前館のね、チャーターとか、あと、箱舟さんとかもですね、結構高額なやつが出てたと思うんですけど、はい、それでね、まあ、初心者といえども、まあ、稼げたんじゃないかなっていうね、感じでした。はい。で、今年もね、結構もう、去年よりもね、また違った形でね、出前館さんが、ブーストとか高ブーストを出してきましたよね、今年。まあ、そんなこんなでね、結構、出前館をがっつりやられた方っていうのはね、結構、稼げたんじゃないかなという感じだったんですけど、で去年ね、去年僕もね、出前館業務委託、11月ぐらいからやってたんですよ。はい。で、その時も、まあ、今回みたいなブーストはついてなかったんですけど、まあ、1.4 倍、1.5 倍かな。そのくらいがね、昨年は、出ておりましたね。で、それが大体1月いっぱい続いたっていう、感じでしたね。はい。で、2月になってですね、それがまず、もうピタッと、フードデリバリーに関してはですね、もう、ならなくなったんですよね。ほんと。波が鈍くなった。で、これが3月、4月ってなるにつれて、もう本当にもう、何これっていうような、もうね、12月、1月がね、爆裂していただけに、なおさらね、すごくそれを感じたなっていうのが、昨年の、2月、3月、4月という感じでした。はい。で、あと、僕、直受けのお仕事も、その当時、1社だけですね、1社だけ持ってたんですよ。で、僕はその当時は売上でいうと、売上の大体半分、5割ぐらいが直受けのお仕事でもらってて、残りの半分がギグワークという形で、立ててましたね。で、ギグワークっていうのは、まあ、フードデリバリー、出前館だったり、ウーバーイーツ、あと、まあ、アマゾンフレックスとピックオーさん。まあ、この辺でね、僕は売り上げを立ててたっていう感じなんですよ。はい。で、これがね、2月に入ってから、まあ、直受けの仕事がですね、めちゃめちゃ減ったんですよ。まあ、僕が取引してる企業さんの、まあ、会社自体がですね、もう閑散期に入りまして、もう本当にもう半分以下に激減したんですよね。で、ギグワークの方でも、まあ、フードデリバリーね、まあ、さっき言ったような感じで、まあ、オーダーが少なくなって、なかなか稼ぎ上げれなくなったと。で、ピック号さんなんかも、もう、なんていうかな、案件自体があまりね、画面上に出てこなくなったんですよ。
まあ、これ、まあ、僕の場合なんですけど、まあ、他の人は出てたのかちょっと分かんないんですけどね、あんまり出てこなくなったと。でアマゾンフレックスはまあ元々そんなにねその当時はやってなかったんであれなんですけど、まあ、ちょっとその辺はどうか分かんないですけど、まあアマゾンフレックスに関しては年末ね割増オファーとかがいっぱい出てたのが、確かね急にこうなくなってたと思います。はい、まあそんな感じだったんですよね。はい、でまあ今年もね、まあ、同じようになるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけども、まあいろいろね状況は今去年と違って変わってるじゃないですか。まあコロナのね状況なんかもちょっとだいぶ変わってきてますんで、でまあ新型のねウイルスなんかもまあ出てきておりますし、とねまあフードデリバリーでいうと、まあ出前館さんが今ねバーッとこう高ブーストを出し続けている中で、まあ今度ねまたアプリを改善するっていうふうに言われているんですけど、まあ多分2月ぐらいからね多分変えてこられるんじゃないかなと思うんですよ。はい、なんでまあそれにアプリを変えることによってね多分ブーストの方も多分消えていくのかなって勝手に自分は思っているんですけど、まあそんな感じと。はい、でウーバーイーツに関してはなんかまあ報酬高くはないんですけど、まあ安定してねなるのかなっていう印象はありますよね。まあどっちにしてもですねとにかく仕事自体はちょっとね少なくなり、今までみたいにね稼ぎにくくなるのはまあ多分間違いないのかなっていうふうには思っております。はい、でそうですね、あとね僕2月3月4月ってなんでねこう暇なのかなとかまあいろいろ考えたんですよ。で考えた時にまあこれ僕の意見ですよ、僕の意見なんですけど、例えばフードデリバリーなんかも去年はねあまりならなかったんですけどまあこれ原因として僕が勝手に思ってるのがやっぱり2月3月4月って何気にこうイベントごとが多くってなんていうんですかね、皆さんお金を使う機会がねすごくね食べ物以外で増えると思うんですよ。っていうのはやっぱ2月例えば2月とかだとそのなんだなバレンタインデーがあったり、あとなんだ節分でしたっけとかがあったりとか、で3月になったらほら今度ホワイトデーがあったり、あとひな祭りか、ひな祭り、うん、あと卒業式ですよね、卒業式やったり、あとまあ4月だったら今度まあ皆さんお花見の季節になったりとかして、であと入学式があったり、あと4月の末に今度ゴールデンウィークが始まると、5月の頭にかけてね、まあそんなこんなですごくねお金がね出ていく期間なんじゃないかなって思うんですよ。でそうなった時にやっぱり一般の方っていうのはですねやっぱりこうそこでお金を使わないといけないので、やっぱりねこうフードデリバリーっていうところを抑え始めるんじゃないかなって勝手にね僕は思ってるんですよ。でしかも5月ゴールデンウィークあるじゃないですか、4月の末からゴールデンウィーク、こうほらやっぱりね一般的にはこう旅行に行ったりするじゃないですか、やっぱりそこでねめちゃめちゃねお金を使うんですよ。でそれに加えてその前の2月3月4月でもいろんなこうイベントが盛りだくさんということで、やっぱりねお金がねすごくこう、使う月になるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからやっぱりねフードデリバリーっていうのはこうやっぱり抑えがちに皆さんなっていくのかなっていう気がするんですよね。やっぱボーナスも出ないじゃないですか、ボーナスっていうのはやっぱり6月7月とかあと年末の12月ですよね、に一般的にはボーナスが出て、一般の方は財布がね潤うっていう感じになるんですけど、この2月3月4月はそれがないので非常にねこうまあフードデリバリーをやられてる方に関しては本当に、オーダーの方がねかなり激減しているんじゃないかなと、まあ自分的にはこう思ってます。はい、でじゃあその閑散期はねどう乗り越えたらいいのかなっていうふうにもなってくると思うんですけど、まあちなみに参考程度にですね、僕去年はどうしたかっていうと、
もうその換算機ですね、正直もう先につながる動きをしようということで、まあこれ以前の動画でも、話してるんですけど、また僕はあの営業の方をですね、その暇な時期に、まあ、先でね、売り上げにつながればいいなということで、そういう動きをね、まあ、その2月3月4月と、やっておりました。で力を入れましたね、はい。でまあ、あと営業したり、あと人脈を広げるためにいろんな人にね、会いに行ったりとか、そういうことをね、ひたすらこう全くね働いてないわけじゃないんですけど、そういうことを中心にやっていったっていう感じでした、はい。でね、まあありがたいことにそれがですね、本当に、5月の末から6月ぐらいから、そのね、まあ成果といいますか、営業していたところとも、まあ取引がね、新たに2社ですね、企業さんとつながることができたり、あとその、まあ、人脈を広げた人たちからお仕事とかをね、ちょこちょことこうもらえるようになってきたんですよね、はい。でまあ本当に今ではですね、もう僕の売り上げですね、もう大体8割から9割まで言い過ぎか、大体8割ぐらいはもう本当に現在はね、直受けのお仕事になってるんですよ。で残りの2割がまあギグワークですねっていう感じで売り上げを今立てれるようになっておりますね、はい。なんでまあ今年の閑散期はまあこの辺がね、どうなってくるかっていうのはね、わからないんですけど、一応ね、去年はまあそういった感じで閑散期っていうのは、動いておりましたと、はい。でまあそうですね、まあ閑散期といってもまあ逆にね、そういったイベントがあるんで、2月3月4月ですね、それによってそれに関わる仕事っていうのは逆に繁忙期になってくるっていうことじゃないですか。で、まあ僕なんか今年はね、引っ越しの方を、やっていこうかなと思ってるんですよね、はい。で一応去年そういう風にね、閑散期の時にそれは思ったんですよ、はい。まあ、この暇な時期ね、この引っ越しっていうのは、まあ、卒業式があったり、入学式だ、あと、企業さんではね、入社式があったり転勤があったりとか、そういうのでですね、やっぱり引っ越しっていうのがやっぱりね、繁忙期を迎えるということで、あ、じゃあもう来年はもうこの引っ越しをね、この暇な時期にちょっとやろうかなって思ったのが去年だったんですよ、はい。だからまあ今年はですね、もうだいぶ引っ越しの方も、そんな感じで動いてましたんで、まあ、今年はね、まあ、そっちの方で、まあ、僕の直受けもね、多分少なくなるんで、その3ヶ月間ぐらいは、力を入れて、やっていこうかなと。あとまあプラスでですね、またもうそうですね、まあ新しい事業なんかをね、考えたりとか、まあそういうことをね、この閑散期は、やっていこうかなという感じでございます、私の方は、はい。皆さんはね、いかがでしょうか、はい。特にね、始めたばかりの方、ここ数ヶ月でですね、開業して軽貨物のお仕事を始められた方とかですね、まあ本当に初めての閑散期でですね、本当にね、どうなるのかなって、もう未知の世界だと思うんですよ。僕も前回は本当に未知の世界だったんで、本当にね、どうなるのかな、どうなるのかなっていう感じだったんですよね、うん。でもね、これね、やっぱりね、一度経験、1年目っていうのはやっぱりね、そういう経験をする年だと思いますんで、ぜひですね、まあ自分なりにこう考えて、この閑散期ですね、自分なりに考えてこう動くことがやっぱりね、その次の年にまた、つながってくると思いますんで、ぜひ皆さんですね、その辺、一度経験していただいて、自分で考えてですね、動いてもらえたらいいんじゃないかなと思います、はい。でまあ、さっきも言ったようにですね、まあ、閑散期とはいえども、はい、忙しい業態っていうのはまだたくさんあると思うんですよ、はい。でまあ、さっきも言ったようにバレンタインデーとかだったら、それに付随する、まあ、チョコレートお菓子屋さん、ケーキ屋さんとかが、ね、忙しくなるじゃないですか。ただそれに付随してなんか配送の方も、ね、忙しくなったりとか、なんかいろいろあると思うんですよ。卒業式だったらお花屋さんが忙しくなったりとか、だからね、見つければなんかいろいろと、仕事の方はね、また逆にあると思うんですよ。だからさっき言った引っ越しもそうじゃないですか。引っ越しのそのシーズンっていうのは
だいぶね需要が高まりますんで、まあそれをねやるっていうのもねいいと思うんですよ。うん、とにかくねまあいろいろと、チャレンジしてですね、皆さんもう僕のモットーはチャレンジすること挑戦なんで、挑戦することが一番ね成長につながると僕は自分では思ってますんで、今までねいろいろと、挑戦はしてきたんですけど、まあ失敗したこともねたくさんあります。はい、なんでまあできればね、まあ、僕の経験ではないんですけど、まあ、本当にね始められたばっかりの方とかにね少しでもこうなんか参考になったらいいなということで今日はね話させていただきました。はい、ということで皆さんねお互いですね生き残っていくために頑張りましょう。はい、本当にねこれから個人事業主っていうのはですね僕は本当に最高の働き方になってくると思ってますんで、はい、というわけでですね、今日のお話はですね、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい。というわけで、このチャンネルはですね、まあこんな感じで、まあ私現在48歳なんですけども、まあこういうね、まあ自分の仕事に対する、思いだとか、そういうことを喋ったりしています。あとですね、まあいろんなフードデリバリーのお話だとか、まああと、仕事中に起こった出来事とか、そういうことをですね、ベラベラとこのチャンネルではね、配信していっておりますので、はい、ぜひですね、まあ、興味のある方はですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、今後もですねこんな感じで、配信の方やっていきますのでぜひよろしくお願いします。はい、それではですねまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、それではさようなら。閑散期頑張りましょう。